バルセロナ地下鉄、バルセロナ地下鉄、カタルーニャ語、スペイン語は、スペインカタルーニャ州バルセロナの大量交通機関の一つであり、バルセロナ中心部の地下と郊外の地上を走る大規模な電気鉄道ネットワークである。11路線209駅を有し、総延長 123.7km の路線網を有す。無期限休止中の駅がいくつかある。 1997年からネットワークは都市輸走行社のネットワークの一部に組み込まれた。2002年に ATM は新線を2路線、12号線、13号線の建設を発表した。バルセロナ地下鉄の歴史は、現在の3号線の一部が1924年にグランメトロ社車によってレセプス、レセプスとカタルーニャ広場、プラッサでカタルニアの間に建設されたことに始まる。 2年後、トランスベルサル社線、現在の1号線が、市内中心部から1929年のバルセロナ、万国博覧会会場である、エスパーニャ広場、プラッサディエスパニア及びモンジュイック、マンジュイクへのアクセを確保するため、カタルーニャ広場とボルデタ、LA ボーデタ間に開業する。現在、路線網は11路線あり、異なる2社によって運営されている。 バルセロナ交通局、トラポーツメトラパリットンスでバルセローナ、略称、TMB が主要な地下路線を運営し、カタルーニャ公営鉄道、フェロキャロルズで LA、ジェンダラタットでカタルニア、略称、カイ GC が広域都市圏への通勤路線を3路線運営している。料金はバス及び一部の鉄道を含む、町全体のシステムである、都市輸送公社、 ウォーター・ラタット・デルト・ランスポート・メトラ・パリータ、略称、ATM の統合運賃となっている。その鉄道乗車券の98%は、地下鉄のものである。TMB によって運営される路線は1号線から5号線、及び11号線の、計6路線からなり、路線図上では、色分けされる。FGC の路線は6号線、7号線、8号線である。 バルセロナの地下鉄路線は路線愛称名が付けられていないが、現地住民にとっては路線番号と末端駅名によって識別している。L6、L8 の3路線が地下鉄風の通勤路線として FGC によって運営されている。パレルレル駅で地下鉄に直接接続しているフニクラデモンジュイックはケーブルカーであるが、 料金面で統合されており、地下鉄網の一部として、路線図にも掲載されている。これらに加え、最新の地下鉄路線図には、レンフェ、スペイン国鉄や、FGC、LRT であるトランブックスやトランブソスの路線と、駅も能力色で記載されている。バダローナと、サンタクローマダグラマネートよりゾーナ、 フランカ地区及びエルプラット国際空港を結ぶ9号線と10号線の建設工事が行われている。パスターとトーラス差の間の主要区間を1号線と共用する路線は26.6マイルとヨーロッパ最長の地下鉄トンネルとなり、駅数は52となる予定である。プロジェクトは2000年に承認されたが、いくつかの技術的課題に直面し、一部区間は さらなる地質学的分析を必要とした。これが2007年の工事の遅れの原因となり、9号線の開業は2009年、10号線の開業は2010年まで遅れた。12号線と13号線の計画が存在する。最近、R3 という名称が与えられた。この路線のための計画は、エスプラグスデルブラコット、サント・ジョーンデス・ピー。 サント・ジャスト・ディースバーンなどのバッチリ・ブラガート郡内のいくつかの都市の首都へのアクセスをバス、路面電車、鉄道の接続最適化により元の計画よりも効果的に提供する。8億7000万ユーロの予算を投じて2015年に完成する予定である。この路線は11号線とともに地下鉄号に組み込まれた2つの地下ライトレールのうちの1つとなる。 11号線の場合のように、バダローナのキャンルチの病院などと市内の傾斜地に交通手段を提供するため計画された。計画では、以下の3駅のみが建設される予定であるが駅が追加される可能性もある。2007年中頃時点で、バルセロナ地下鉄現在営業中の9路線には150の営業中の駅があり、 9号線と10号線の全通時には209駅となる予定である。平均駅間距離は650メートルである。路線網が充実しない中での駅の圧倒的多数は、ロンドン地下鉄のような他地下鉄と対照的に多くの階段、エスカレーターとエレベーターからなる駅施設の構造を生み出した。TMB の地下鉄の標識は違う形のひし形のロゴ及び 自社のロゴを駅で使用している FGG の路線では使用されていない。地下においては一部の駅を除き装飾はほとんどされていない。多くの駅が一度も開かれないまま閉鎖されている。一部は近隣に移設された。バルセロナ地下鉄は都市輸送公社により統制され、運賃が統合されている主要輸送網の一部である。参照 ATM 中心部路線。 運賃クズ、ATM 路線、運賃クズ。この中には、バルセロナ市境によって、内側と外側に区切られた大きな二つの運賃制度がある。これらには、レンフェによって運行される、通勤列車であるセルカニアスバルセロナや、会社による地下鉄としてのサービスも始められた、FGC 線、L6 L、L8、また都市圏の多くの地域で、鉄道サービスを提供している。その他、 FGC 線が含まれる。FGC は県内主要都市であるサバデーやタラサにおいて自社路線網の地下鉄拡充としてそれぞれサバデー地下鉄やタラサ地下鉄の建設を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。